まず最初に仕入れの状況ですね。今お話しいただきましたように、足元約250億まで来てます。で、それをコロナ前の1年間の水準である、350、60億円の水準まで積み上げていきたい、仕入れを積んでいきたいというのが目標、我々目標計画として進めているところです。現時点ではそれに向かって、順調とは言えませんけれども、進んできていると、ある意味あと一歩かなというふうには思っているところもあります。で、その仕入れについてですね、やはり競争は非常に厳しいものがあります。しかし、我々のその投資基準、事業計画を立ててある利益水準というのをターゲットにしながら、見込みを立てていきます。その背景にあるのは、賃料の見通し、テナントさんの状況というものをどういうふうに読むかというのがあるんですが、この辺のところは我々本当に慎重に、マーケットに直結したお客様の声をよく聞きながらですね、仕入れについては進めておりますので、あらりその事業計画上の、なんですかね、目標利益水準なり、利益水準を下げて仕入れを進めていくということは一切ございません。頭打ちというのは時給の問題もあります。で、その中で、我々の現場でも、まだフリーレントをこう、共有するオーナーさんがいらっしゃったり、で、あとはこう賃料水準を、少し調整しながら、テナントさんの引き止めをされたりとかですね、そういうことがあるので、それで屈指率がじっとしているような部分があるとは思います。そういう面からやっぱり賃料というのは弱含みというのが現実だし、で、来年、新築ビルの竣工が増えるということで、時給面では緩みが出てくるということで。これは一般的に皆さんおっしゃられている、多くの方が分析されている通りかなというふうに思います。その中で問題なのは、我々そういう、環境の中でどうやってそのリーシングを進めていくか、ビルの稼働をしっかりと上げていくことができるかというのが大事だということですね。で、それもそういう意味で、我々これまでもいろんな取り組みをしてきました。プラスシフトシリーズのような、セットアップオフィスの中でもですね、段階をどんどん踏んできました。もともと最初は単なるパーティションしかやってなかったものを、その中に重機もセットしたりとかですね。で、やっぱりそこに今度テレカムブースを設定したりとか、新しく変化していく中に使い方を変えていったり、あるいは貸し会議室のような形態でですね、そこも結局、コロナ禍ではオンラインであったりとかですね、分散オフィス、それから、スタジオのような使い方をしていく方々も出てきましたので、そういうふうにそのオフィスの中の空間の活用の用途をどんどん広げていくということと、それから使ってくださる方がそのオフィスに集まりたくなる、そういう誘因を持ったスペースを作っていく、こういったことをこれからも続けていきたいというふうに思いますし、続けていかなければいけないと思いますし、それから先ほど申しましたオフィスですね、ビルとアートを融合させたというような取り組み、これも単純に無機質なビルではテナントさんもですね、なかなか入居していただけないというふうに思います。で、こうやってアートのような、他であまりやってないような取り組みですね、こうやって新しい価値を見つけて、で、そこにこう価値を見出される方で、そういった方をこう取り入れていくとか、とにかくじっとしてたら競争が激しくなっていくだけということですよね。ですので、工夫競争、用途、それから人が来てもらえるようなオフィスの人たちが、オフィスにこう社員の方々が集まってきて、で、クリエイティブな発想につながっていくような、そういった仕掛けや仕組みを、その仕組みを、我々ビル作りという中で展開していくと、そういうふうにやっていきたいというふうに思ってます。はい。四条河原町で ADR の水準が、大きいもの、高いものですかいう、そういうホテルをオープンしたというのも、この ADR の若干引き上げには、影響は
少しはありますけれども、まあ、全体的にはまたボリュームゾーンというのはもうちょっと下になるので、そういう意味ではボリュームゾーンはリアルホテルこう全体的に改善しているということは間違いないというふうに思っています。で、まあ、我々がその通常ベースで描いているような、まあ、ADR の水準というよりも、まあ、全体感としての例えばコロナの時にはもう9000を割ったような ADR の水準が1万2000、3000というところまで世の中も上がってますし、我々もまあそういったような水準というのは見ていける水準かなというふうに思います。まあ、足元でも黒字に転じてということで、この下半期についてもまあさらなる、なんですかね、改善というのは十分期待できるなというふうに思ってます。で、まあ気象は、オペレーションではほぼ通期を通して、ちょうどこう前半のマイナスと後半のプラスが、追いつくような、まあ、感じの計画では見ておりましたけれども、まあ、今はそれを少し、若干上回っていく方向に進んでいくだろうというふうに思ってます。で、まあ、来期についてはまあ、インバウンド、我々今の計画の中ではインバウンドも見込んでませんし、この需要計画の中で想定しているのもインバウンド戻りはまだ来年以降になるということで追い込んでません。ですので、まあ、来期にはですね、そういったインバウンド需要というのも確実にプラスの方向に入ってくるだろうというふうに思っています。まあ、現に当社で、まあ、一番インバウンドがなくなって苦労したホテルの中で大阪のナンバーがあるんですけども、まあ、ナンバーは今すでに稼働も非常に改善して、でその半分ぐらいは、海外からのインバウンドの方に来ていただいているというような結果もありますので、まあ、そこがしっかりとこう、来期もう一段、積み上がっていくということが、まあ、期待されるかなというふうに思っています。